Here we are, Lazy Days once more. And today is Ronnie Hawkins. この間5月29日に亡くなってしまいました。Oh yeah, 87歳。ここでちょっとあれだな、ちょっとボーイにちょっとガソリン持ってきてもらおうかなと思ってんで。Hey man, bring the stuff here. Bring the beer. あ、来た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 。ボーイさん。Thank you, ボーイさん。よし。Here we are. Ronnie Hawkins. Here we go. Right now. Here we go. It's Ronnie Hawkins. Ronnie Hawkins って方はね、もともとアメリカの南部のアーカンサーっていう州の人なんだよね。ザ・バンドのボーカルのレヴァン・ヘルもすぐ近い村の人なんだけど、2人とも歌い方の発音が似てるから歌い方も似てるんだよね。南部のすごい訛りがあるから。でここでいろんなRonnie Hawkinsの歴史があるんだけど、最初は彼がね出した曲40 Days に聞きましょうか。これは実はチャック・ベリーの30 Days を基本的にパクってちょっと詩を書いただけなんだけど It's 40 Days Ronnie Hawkins from 1959Ronnie Hawkins、これ南部にいて、そして当時ロックンロールの人だったんだけど、その後カントリーになっちゃったんですが、コンウェイ・トゥイティさんっていうがいて、コンウェイ・トゥイティがローニー・ホーキンズに南部で一緒にいるときに、カナダ行けばロッカビリーってすごい流行ってんだぜっつって。ロニー・ホーキンズカナダ行ったの。そうしたらレコード会社の契約もできて、すごいスタンダードの人になったんだね、カナダでね。ロックベリーのスーパースターみたいな。でその前にもあいつサンレコード行って、メンフィスのサンに行ってさ、自分もハウスバンドになるはずだったんだけど、そこ行った着いたらもうバンドがなくなって、何枚かシングルカットしたんだけど全然何もならなかったんだ。でも彼がカナダに行ってからいろいろハプニングが起きたんだから、そこでレーベルからも契約もできて、ずっとカナダに暮らしてたんですよ。それからもう59年ぐらいからね、ちょこっとアーケンサー帰ってるけど、ほとんどカナダにいて、もうライブでツアーばっかりしてた人なんだよ。ここでの面白いのは、彼のいとこがアーケンサーの人なんだけど、スージー・キューって曲を書いた人いるのね。その人の名前がデイル・ホーキンズ。じゃあここでロニーのいとこデイル・ホーキンズのスージー・キュー、これはちょっと可愛いバージョンです。オリジナルスージー・キュー。 Here we go! デイル・ホーキンズ。 Oh, Suzy Q, I love you, my Suzy Q。 このデイル・ホーキンズ人はいろいろギターがすごい好きな人だったんで、彼のバンドにいつもギタリストが上手い人がいたの。例えばロイ・ブキャナンさんもいたし、スコーティ・ムーアーさんもいたし、ジェームズ・バートン、エルヴィスなんかやってる人たちなんで、ね、もうバンドに入ってたんだ。でこの彼はスージー・キュー出してから、あとはちょろちょろっとマイナーヒットだったり、彼はレコードのプロデューサーだったの。そしてその時に66年にはもうファイブ・アメリカンっていうバンドのプロデューサーになって、そのバンドが 2,3 年の間にちょこちょこちょこってヒット出したんだ。そのヒットはもういろんな人がカバーしてるんだけど、これはデイル・ホーキンズがプロデュースした Five Americans And this is a big hit Western Union 1966。 Got you came on just today Kill my groove I got to say。 俺はこの Western Union がきっとこの人たちの世界での曲で一番最初に聴いたのかもしれない。だって他のはマイナーだからさ、この Western Union っていうのはもうトップ10、トップ10いってないかもしれない、すごいヒットしたから。Western Union Man って俺も小学校の時覚えてますよ。これは大好きだったんだ。 OK、 じゃあここでまたロニー・ホーキンズに戻りましょうか。今度はロニー・ホーキンズは40 Days という59年のシングルの B 面の曲、これちょっとポップっぽいんでいきましょう。 Here's Mary Lou Ronnie Hawkins。 Mary Lou Mary She took my diamond ring Mary Lou
She took my watch and chain。ロニー・ホーキンスずっとさ、あのツアーバンドを使ってライブぐる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 回ってて、その時に最初レヴァン・ヘルムがドラムで入って、レヴァン・ヘルムはその時まだ高校生だったんでね、高校卒業してすぐあの一緒になってバンドのメンバーになったんだ。で何人かそれからのその時のメンバーはちょこちょこ変わったんだけど、レヴァン・ヘルムだけはずっと残ってたね。でその後にあの他のメンバー、今度はロニー・ホーキンスたちがレヴァン・ヘルムたちもカナダで仕事してる時にメンバーが全部いなくなったから、次に入れたメンバーがザ・バンドになったメンバー、ロビー・ロバーソン、リック・ダンコで、リチャード・マニアも入って、最終的にガースも入ったんだけど、ハッツさんも。でもレヴァンはずっといたみたいなんだよね。いやここでね、あのそういうたくさんメンバーがいて、なんていうの、有名になってたんだけどヒット曲ないんでね、ローニー・ホーキンスは。それでこのザ・バンドが、ローニー・ホーキンスのバンドが抜けてザ・バンドになった時に、次に入ったバンドがフル・ティルト・ブギーっていうバンドだね。フル・ティルト・ブギーっていうのはあのギタリストのティルっていう人がいて、そのバンドが次にジャニス・ジョプリンのパールってアルバムのバンドになったの。だからミエン・ボービー・マギーなんかはこのローニー・ホーキンスのバンドがジャニスのバンドになったんで、そういうとこね、割とローニー・ホーキンスでバンドのメンバー選ぶのうまいんだなって。最初はザ・バンドでしょ、そしてその後にこのジャニス・ジョプリンになっちゃうフルティルト・ブギーバンド。それであのここでじゃあジャニス・ジョプリンの曲を聴く前に、あ、ここでジャニス・ジョプリン聴いちゃうか。It's Move Over, Janis Joplin with a Full Tilt Boogie Band.あのロニー・ホーキンスの周りにはいろんなあのいいミュージシャンがいて、その一人がロイ・ブーキャノンだったんだ。ロイ・ブーキャノンっていうのは噂によるとストーンズにも入んないかと誘われた時もあったんだけど、彼は自分のソロでやりたいから行かなかったんだけどね。ロイ・ブーキャノンっていうのは本当にギタリストだったらみんな知ってる感じかな。で彼はあの72年に出したアルバムの中にSweet Dreams っていう曲が入ってるんだけど、インストなんだけどね、これあんまりインストかけないんだけど、この人やっぱりギターが綺麗で聴いてるだけで幸せになれるから聴きましょうか。 Here's Roy Buchanan, Sweet Dreams。よし、それでもうこれはもうロイなんか72年でさ、ザ・バンドなんかも70年代で、フルティルト・ブギーも70年代で、どん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 みんなどん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 有名になっちゃって、そんな有名にならなかったのがこれローニー・ホーキンスだったんだ、残念ながら。で79年に彼があのアルバム出した時にもうちょっとポップでやれば売れるのかなと思って、ちょっとポップなアルバム作ったの。それで俺は好きだけど、やっぱブルーズの人たちは評論家なんかそういうポップのことを相当なんだよ違うじゃないって言っちゃったみたいなね。でこれ一曲 Something's Been Making Me Blue って曲は本当にポップの曲で、もうバブルガム近いんだけど、あの一番こういう感じで続ければ彼も売れたかなと俺は思うんだね。でもやっぱしプレス評論家は当時は何やってんだよこいつ、なんでこんなルーツからこんな離れるか。でもこれ聞いてください。 Something's been making me blue。 これはナイスナイスポップミュージックね。 Oh love is taking me, sometimes mistaking me, this time it's making me high。 こうやってずっとローニー・ホーキンスで話してたんだけど、やっぱりここではローニー・ホーキンスで一番有名になったのはザ・バンドの映画ラストボルツで、最初にロビー・ロバーソンが僕たちはこの人と始めたから、この人とこのライブも始めますって言ってローニー・ホーキンスが出て Who Do You Love やったんですよ、ザ・バンドと。 So これでローニー・ホーキンス Who Do You Love with the band。
How was that? This is Lazy Days. また来てください。登録お願いします。Here we go!